作家としての土沢は、主に短編を書いており、ネビューラ賞短編小説部門を2回受賞している。長編作品は少なく、異性の人の他には、ジョージ・アレック・エフィンジャーとの共著と G.R.R. マーティン、及びダニエル・エイブラハムとの共著、2008年がある、だけである。アシュモフズ氏の編集者となってからは、作品が少なくなったが、最近では再び作家業に専念するようになっている。2007年の中編小説カウンターファクチュアルは、サイドワイズ賞を受賞した。また、ローカス誌でも短編小説のレビューを書く約束をしている。土沢は、むしろ編集者としての方が有名で、1988年から編集者として引退する2004年まで、ほぼ毎年ヒューゴー賞の最優秀編集者賞を受賞していた。また、サイエンスフィクションのサブジャンルの一つを指す、サイバーパンクという用語の考案者でもある。短編小説のアンソロジーの編集でもよく知られている。アシュモフズ氏を辞めた後も、1984年から始めた年間ベスト SF アンソロジーの編集は続けている。また、ジャック・ダンと共同編集で、各種テーマ別のアンソロジーも長く続けている。土沢は特に冒険 SF やスペースオペラを好み、センターコア SF と呼んでいる。土沢は、マサチューセッツ州セーラムで育ったが、あまりに田舎風の街だったため小説を読むようになったと後に語っている。SF コミュニティで活動を始めたのは、アメリカ陸軍での兵役を終えてからのことであった。現在は、フィラデルフィア在住。2004年、フィラデルフィア・フィリーズの試合観戦後に交通事故に巻き込まれ怪我を負った。現在は、完全に回復している。2007年7月6日、冠動脈バイパス手術を受けた。1週間後には、除細動器を埋め込む、追加の手術を受けている。2018年5月27日、フィラデルフィアで亡くなった。70歳没。多数のアンソロジーを編集しているが、ここでは日本語訳のあるものをあげる。ありがとうございます。